レキシントンのミニットマン像。ミニットマンとは、アメリカ独立戦争で米軍と共闘して、イギリス軍の撃退に協力した民兵。名前は、召集されると1分で準備を整えるということに由来する。アメリカ独立戦争当時のアメリカ人男子は、狩猟によって食料を得るために、幼少期から散弾銃やライフルの射撃術を習得している者が多かった。彼らの使用するライフルは、入植当初こそ、ドイツ製が主流を占めていたものの、次第にアメリカ大陸東部の森林地帯に適合するような改造が施されてゆき、戦争開始時には弾丸の種類こそ旧式の球場ではあったものの、その初速は731メートル秒を超えるまでになった。また、狩猟に長けた者の多くは、アメリカ先住民の持つ生活の知恵を借用し、衣類や道具類に関しても、軽量簡素で目立たないものを好んで利用した。以上の理由から、独立戦争当時の民兵には、潜在的に狙撃手としての能力を備えた者が多数、存在したものと思われる。つまり、ミニットマンの主要な軍事行動は、単独、あるいは少数グループによる狙撃であった。これならば、正規の軍事訓練を受けていない者でも、狩猟経験さえあれば、戦場に投入することが可能だった。ただし、当時の猟銃は、装填に時間がかかったため、平地で自身の姿が敵兵に見える状況下での狙撃は自殺と同義だった。したがって、ミニットマンが最も活躍した場所は、東部諸州の森林地帯だった。森の地形を熟知した民間狙撃兵は、イギリス軍に多大な被害をもたらした。ミリタリースナイパー、見えざる敵の恐怖。ありがとうございます。